はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、新シリーズ、ヒゲ剃りに関してなんですけど、両刃カミソリで、まあ、こういうね、こちら、フェザーっていうメーカーの、両刃カミソリなんですけど、昔ながらのね。こちらでね、まあ、ヒゲを剃って、まあ、そうですね、レビュー的な感じでね、やっていきたいと思います。今回は、このフェザーのポピュラーという、これなんて言うんだろうね。これポピュラーっていうやつなんですけど、Amazon でね、1000円以下で売ってます。で、こちらと、まあ、買えばが、こちらフェザーの、ハイステンレスっていう、まあ、もともとこれついてくるやつなんですけど、こちらを使って、剃っていきたいと思います。でですね、まずは、普通に、まあ、1回目なんで、普通にフェザーの、ね、この、ね、普通にハイステンレスをね、1枚、まあ、通常俺はいつも剃るときはこれを2枚重ねにしてやると、Amazon のレビューにもね書いてあるんですけど、まあ非常にいいということで、ね、このフェザーのやつはものすごく切れるんで、剃れすぎてですね、切れすぎて普通に血が出るんですけど、まあ、こちらこういうやつですね。この昔ながらのね。これに最近ハマってまして。まあ、これを、ここに、こう、セットして、で、これを回すと、これで剃れるわけですね。こうやって剃る。まあ、すごい、このフェザーの刃は切れるんで、俺がいつも、やってる時は、まあ、2枚重ねでやってるんですけど、それだと全然血が出ないんですが、まあ、あえて1枚で剃っていきたいと思います。普段はシャワー浴びる時に剃るんですけど、今回は普通にそのままで、シェーブクリームフォームはこちら、シックのシェーブガードフォームってやつですね。泡のやつです。をいつも使ってますんで、これを使いたいと思います。まあ本当はジェルの方がいいとかね。人によってこの、まあジェルタイプのやつがいいとかあるみたいなんですけど。まあ俺もジェルの方がいいかもしれないですね。どうなんですか？それは人それぞれですよ。これで剃っていきたいと思います。まあ、いつも剃るときは3日ぐらい、3日か4日、1週間に2回剃る感じにしてるんですけど、自分はねあんまりひげ伸びないんで、でも風呂入ってないときに剃るとちょっと新鮮ですね。風呂入ってないのに、風呂入るときにいつも剃るんですけど、
まあこんな感じですかね。こんな感じにまずフォームの泡をやりまして、で、多分血出ると思うんですけどね、まあものは試しでやってみましょう。ちょっと、ね、カメラだとものすごく見づらいんで、ちょっと手鏡をね、泡がついちゃったよ。これはひどい。泡がついちゃった。くそ。なんとなくやるとは思ったけど。汚い。ひどい。これひどいわ。作った。じゃあやりたいと思います。これね、あんまりね、ガチでこれ反れるんで。優しくやらないと血出るんですよ。あれでも意外と取れてる。いつも血出るんですけどね。むしろ風呂入ってないで時にやった方が意外と血出ないパターンか。やっぱあれですね、水だとちょっと落ちにくい。お湯がいいですね、やっぱね。風呂入るときにお湯で洗うのが癖だったんで、今水で洗ってるんですけど、全然泡が落ちないです。歯にその泡が結構くっつくっつう。とりあえず1回目反りまして、まあ俺はいつも1回で済ませてるんですけど、まあ2回反っても2回目であの逆反りにしてもいいんですけど、普段はいつも大体1回で剃ってますね。1回でいつも大体終わる感じで、やっぱあれだな、うわ、難しいですね、撮影しながらっつうのはね。ちょっと
ってこれここでシャワー使っちゃうと結構結構あの湯気が立っちゃって割と大変なことになる。大丈夫かな。ちょっとお湯でちょっと洗ってみようかな。このね歯の目詰まりっていうか泡に結構ついちゃう。泡がね結構残っちゃってる感じなんで、ね、本当になんか泡が残ってるな。まあもういいか。1回目剃り終わったんですけど、もう割かし剃れてはいるんですが、やっぱりこうやってこうやったりするとこうジョリジョリってこうなるじゃないですか。まあ残ってるんですよね。まあこの感じが残ってるんで、じゃあもう一回ちょっとね、もう一回改めて剃って見ましょうか。またもう一回ねこれをでも全然あれだね、血出なかったね。普段あのシャワーで結構こう濡らしてシャワーのお湯とかでこうだいぶふやかしてからやるんですけど、むしろそっちの方が危険なのかもしれない。ありませんけどね。2回目は結構まあ別に2回やんなくてもいいんだけど、2回目は毛があんまりない分結構肌に何か馴染むっていうか、いい感じになるっていう、ね、それでは2回目剃っていきます。いきます。逆剃りでね、本当俺肌が弱いんでほぼ 95% ぐらいの確率であの血が出ます。二枚刃とかでもね。あ、血出ましたね。よく切れるのが、ここの、あの、ほくろに、ほくろがあるんですけど、そこに、まぁ、ちょっとわかりづらいかな。血がちょっと出ちゃいましたね。あと、この顎のとこがよく、見える。ちょっと血がさ、ポツポツポツって出てるでしょ。ちょっとここも血が出ましたね。
まあ、いわゆるカミソリ負け的な感じで、ここですね。やっぱ逆剃りはやっぱり、まあ、危険ということで、本来あんまり逆剃りはしなくてもいいんですけど、まあでもやっぱりしたくなるっていうのはあると思うんで、まあやっぱフェザーの普通の1枚だとフェザーはすげえ切れるんで、逆剃りすると本当に切れちゃうので危険ということですね。うん、もうこんな感じで、ほら、すげえ、うん、ここね、血がね、だいぶ出ちゃいましたけど、まあいいや。ということで、ね、次は、次の動画では、このフェザーのこの1枚重ねただけじゃなくて、これをもう1枚用意して2枚ここに重ねるっていう、Amazon のレビューでね、それだとすげえ剃りやすいとかって、まあ、あるんで、俺いつもそれで剃ってるんですけど全然血が出ないんで、それでやりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。